皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回は未来の野望ジョンの系譜ジョン編第2部続きをプレイしていきたいと思います。今回はですね、3連星ガルバルディに前回3人とも乗ってもらいましたので、この3連星の部隊を使ってオーストラリアトリントン基地、これの攻略を行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。敵エリアに侵入しました。攻略戦を。では早速オーストラリアの上陸戦ですね。まずは上陸を果たして、その後トリントン基地まで南下をしていきたいと思います。敵はこれ見るとどうだろうな、ガンダムタイプが見えますが、数は決して多くない5機ですね。これだったら十分にガルバルディのガイア、オルテガ、マッシュで攻略できるかなというふうに思います。では進めていきます。1ターンで完全に上陸完了とはいかなそうですが、ただ性能的にも、モビルスーツの数的にもこのオーストラリアでは有利に立っていそうなので、もう1ターンかけてオーストラリア上陸、そして次にトリントン基地攻略と順番に進めていきたいと思います。報告します。我が軍の支援によって英語は勢力を拡大し、ティターンズは弱体化しています。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。外交でとはいえ英語みたいなものは出てこないですね。良好になっているものは回収していきましょう。協力要請です。木星の環境は厳しいのです。ここについにガンダムマーク2も登場ですね。ガルバルディアルファとまあ同じぐらいのスペックかなとパッと目思うんですけども、ついにティターンズのガンダムマーク2も出てきたという状況になりました。まあ、ただここは有利な状態を作ってますので、このまま倒していきましょう。いや、モビルスーツのね、性能差追いついたよ。まあ、そう思った矢先ベーターだったり、さらにね、今見ていただいたガンダムマーク2だったりっていうところで、この軍事技術、兵器の開発競争が激化してるのがここからも伺えますね。カナラのような分別のないもの。ではこれでこのオーストラリア北部制圧完了になります。ジオンの崇高なる使命を邪魔立てする者の末路が死のみであること。で、舞台を集結させたらトリントン基地に進んでいきましょう。トリントン基地に入りました。トリントン基地敵の数多いですね。20ガンダムタイプも複数、機影からは確認できます。まあ、ちゃんとそうだな、拠点を確保しながらにじり寄り作戦でいきましょう。敵は新型とね、フライマンだとか、まあ、いわゆる旧式タイプのものとが混ざった状態になってるんで、まあ、我々とそんなに台所事情は変わらなそうな感じがします。なので落とせるときに敵の数自体をちょっと減らしておきましょう。なんとたわいのない。で、主力はここも G3 のガトーとデラーズ学科、それにランクが全部 S になった3連星ですね。ここはジェリドメサ注意がアレックス乗ってますね。もうジェリドはこの時点で注意か、なかなか階級高いな。このアレックス相手に G3 ガンダムのガトーが挑むというね、そういう構図になります。もう G3 ガンダムも中盤に差し掛かろうとしているこの第2部のこの時期ではね、もう決して性能優位という状況ではないので、まあ、厳しい戦いにはなるとは思うんですが、頑張っていきたいと思います。あとは真新しい機体はなさそうなので、このまま押して押して押しまくりましょう。報告します。エウゴの支援を仲介させた民間企業を通してエウゴの軍事技術とモビルスーツの設計図を入手しました。思わぬ収穫です。お役立てください。
リックディアスかな。リックディアスが提供されたと思われます。なので、このリックディアスの開発を行っていきたいんですが、まだ適正技術が足りていないので、リックディアスの開発はできなそうですね。適正技術をちまちまと回収していきましょう。では、トリントン基地攻略しちゃいましょう。ガルバルディベータだったりね、新しい敵の新型機も出てきていますが、やっぱり3連星ランクオール S に上がった状態でガルバルディアルファに乗ってもらうと強いですね。このままいけばしばらくは、まあ、エースパイロットが乗るのが前提にはなりますけども、ガルバルディアルファで戦えそうかなっていう感触はつかんでます。で、あまりまとまったお金を一度に投入する余裕はないんですが、ちまちまと研究開発費にもお金を使ってガルバルディのベータをね、戦線に投入できるように頑張っていきたいと思います。これでトリントン基地の攻略も完了できたと思います。トリントン基地、最後このミデアが会場に逃亡したおかげで時間がかかってしまいましたが、オーストラリア大陸の制圧もこれで進んでいくかなと思います。敵特別エリアの制圧に成功しました。これだと地球上では拠点としてはもうジャブローしかティターンズは持ってないような状態ですね。ネオジオンの方はまだハワイと北米、カリフォルニアとニューヨーク持ってますね。戦闘では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、いよいよネオジオンとの戦いも激化させていきたいというふうに思います。